今ね、ここはね、パーンの、街の、ほぼ中心地にいるんですけども、パーン観光といえば、どうしてもね、ちょっと郊外へ行って、洞窟寺院の観光がメインになると思うんだけども、今回はね、ちょっとね、このパーンの街の中をね、ちょっと歩いて、いろいろ見ていきたいなと思います。まず最初に向かったのは町の中心地にあるマーケット。場内へ入ると衣服や見るからに新鮮なフルーツが並んでいました。美味しそう。この市場は観光客向けというよりは地元の人たちに密着したマーケットなんです。場内にはちょっとした飲食ができるお店もありました。さて、地元に密着したマーケット、僕のような旅行者にだって必要なんです。それは歯磨き粉。こちらのアジアで人気の黒人歯磨き粉を買いました。とっても安いんです。さて、先ほどのマーケットからちょっと離れた青果市場にやってきました。こっちは野菜が、すごいスイカの数。ミャンマーはね、スイカ美味しいね。色も綺麗だし、甘みもすごいある。うん。で、安いのが一番だよね。スイカも美味しいんですが、ここに来た目的、それはみかんを購入することでした。あ、じゃあこのみかん買おう。2,000。あ、OK。2個で1000キャット、約70円です。みかん買っちゃいました。2個で、1000チャット。ね。70円ぐらいですか。ね。だから1個35円ぐらい。そんなに安くないですよ、みかん。以前買ったことがあるんで、わかります。他のフルーツと比べると、お得感を感じないのがみかんなんです。さて、次に向かった場所は、ヒッタマンアンパゴダ。パーンの街の中でも最も目立つパゴダなんです。早速本堂へ入ります。なんか修復中だ。修復してて正面から見ることができません。いらっしゃいます、仏様が。正面から見ることができなかったんですが、いらっしゃいました。大きな仏様。ジャパン、ジャパニーズ。いろんな人に喋りかけられるのがパーンの特徴なんです。さて、このパゴダ、民主化運動が盛んだった頃は民衆の集合場所などに使われた模様です。さあ、次に向かったのはパゴダの向かいにあるビルマ料理店、ゴールデンタマリンド。宿泊したホテルの人に勧められてきました。やっぱりビルマに来たらビルマ料理でしょう。店の入り口には多くのお惣菜が並んでいて、僕こういうお店好きなんです。ナスのカレーが本当。お店の中へ入るとちょうどお昼時間でにぎわっていますね。注文したのは店先で美味しそうだったカレーです。こちらのカレー、ナスをはじめとした野菜がたっぷりなんです。そしてスープです。あ、ご飯だね。ご飯はですね、自分でよそって食べるんです。まあビルマ料理はですね、ご飯がね主食ですからね。さあ、カレーと一緒に食べるんですが、このカレーね、全然脂っこくなくてね、スープが最高に美味しかったです。いや、これはねうまいよ。全然脂っこくないし、すごいね、食が進む。美味しい。ミャンマーのカレーはちょっと脂っこいのが特徴なんですけど、こちらのお店おすすめです。料金は約100円。大満足です。ありがとう。さて、ここで突然ですが、日本にもあるミャンマーで見つけたあの料理、ちょっと紹介します。さあ、この目の前の料理、これ何だと思います？そう、厚揚げ豆腐。ね、これはね、見ただけでわかるんです。問題は、その厚揚げ豆腐に挟んであるもの。それはね、納豆だったんです。ミャンマーで大豆の発酵食品、納豆はメジャーなんですが、日本と違うところは糸を引かないところです。外国人旅行者にね、人気のゲストハウス、ソーブラザーゲストハウスの、すぐそばにね、寺院があるらしいと思ってきたんだけど、多分、これだと思います。何ここね、子供がいっぱい。すごい子供の数。学校じゃないよね、自院だよね。逆かな？間違えちゃったかな？ちょっと迷いましたが、やってきたこちらの寺院。台形の形が特徴的です。こう、なんかあれだね、ミャンマーの仏教寺院っていうのはね、必ず周りにこう、池があるね。うん。さて、肝心の本堂は修復中で中へ入ることができませんでした。残念でしたが、この寺院、ロケーションは結構いいんです。どこのね、洞窟寺院を巡ったりしても、修復してたり、あるいは念入りに掃除をして磨いてたり、あるいはね、お土産物屋とかね、ゲストハウスらしきものをね、建設中だったりしててね、今、力入れてるのかもね、観光客の誘致なんかに向けてね、国内外問わずの観光客を誘致しようということでね。10月からの巡礼シーズンへ向けてという側面もあるようです。さあ、次に向かったのは午後4時から開いているナイトマーケット。そう、ミャンマーに来て一番美味しいフルーツ、それはね、スイカだったんです。一切れ約10円のスイカ、めちゃくちゃ甘かったです。さあ、今度はヌードル屋台のお店へ来ました。やっぱりミャンマーへ来たら国民的料理、モヒンガーでしょう。このモヒンガーの屋台、お店によって味がちょっと違ったり、麺の種類をね、いろいろ選べたり、特徴の違いを楽しむことができるんです。さて、今度はパパイヤサラダのソムタムの屋台です。東南アジアでソムタムといえばどうしてもタイを想像してしまうんですが、ここミャンマーにもソムタムあるんです。ちなみにこのソムタム、めちゃめちゃスパイシーでした。タイより辛く感じるのは気のせいでしょうか。さて、パーンで見逃せないもの、それは夕日なんです。パーンの豊かな水源、サルウィンガーの西側に沈む夕日は人々を魅了させるんです。旅先で見る夕日、それはとっても格別です。さて、ミャンマーの路上でよく見かけるこの光景。それはタバコ屋なんです。ミャンマーのタバコは金マと呼ばれる紙タバコが主流で、このように作っている光景を見ることができます。ちなみにメビウスの普通のタバコは1箱約120円。とっても安いんです。さて、夕食は連日通ったラッキーワンレストラン、市場の近くにあるんです。店に入ったらとりあえずビール1杯30円の生ビールで喉を潤します。そしてこちらのシーフードと野菜がたっぷり入った甘酢あんかけご飯といったらいいんでしょうかね。僕の好きな味でした。食べてる途中からちょっと辛いタレをね、入れてみたり、ニンニクの効いたタレを入れてみたり、味変して楽しみました。そしてこちらのフライドチキン、ミャンマーの物価を考えると少々高めなんですが、チキンのジューシーさと衣のサクサク感、ちょっとスパイシーな味付けが最高でした。食事がうまけりゃその日はよし、旅はそんな側面もあります。だそれでもちょっと高いんだからね君。これが待ちわびたゴールデンロックだ。